小林製薬。はあ、どうしたの？生理前で PMS つらいよね。急に泣けてきたり腹が立ったり。頼ってみたら命の母ホワイト。 PMS などの血の道症に効く。我慢しないで命の母ホワイト。おはようございます。用意でカメラと風が入ります。でスタートで動き出してもらいたいんですけど、用意の時にも前の寄りのカットのファっていうポーズはしてていただいて、であそうですね。でそこからそうですね。はいはいはい。そういう感じです。わかりました。よースタート。あいいじゃない。カット。わかりました。よー。命の母ホワイト。はいカット。カットです。いやめちゃめちゃ今いい位置でした。あ、よかったです。バッチリバッチリ。それですごい元気だから。はい。よースタート。我慢しないで。カット。カットです。いいですね。お願いします。参りました。よースタート。どうしたの？生理前で。カット。カットです。いいですね。ありがとうございます。頑張れます。嬉しい。めっちゃお腹すいてる。よーい、スタート。生理前で PMS つらいよね。急に泣けてきたり、腹が立ったり。カット。カットです。あ、いいですね。チェックします。はい、確認します。カットお願いします。すごい仲良し感出てきる。ありました。よーい。だったら命の母ホワイト。カット。カットです。いいですね。チェックします。はい、確認します。スタート。だったら命の母ホワイト。カット。カットです。いいですね。チェックします。はい、確認します。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。すごい。で、これなんですかね。猫型のやつが最近出まして。すごい可愛い。いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ使うの。はい。ありがとうございます。嬉しい。使わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。気づいた時からもう PMS すごいなっていうふうに思ってたんですけど、その時にどういうふうに治していったらいいか、どういうお薬を飲んだらいいかっていうのが分からなくって、でネットを検索したらドラッグストアで買えるお薬があるっていうのを見たのが最初で、ドラッグストアで買いました。私はその期間中っていうのは全然平気なんですけど、やっぱりその前の PMS がすごくひどくって、まあ実際に体調が悪い感じがしたりとか落ち込んだりとか、そういうふうに結構重たい PMS だと思います。いつもうわだるいなとかしんどいな落ち込むなってことがあるので、あ PMS あもうすぐ生理だなって気がつくんです。ちゃんと自分には合ってるんだなっていうふうに思います。生理中とかなら理解してもらえることが多いんですけど、やっぱり生理前の PMS っていうのはあんまり理解してもらえないことが多くって、自分はどちらかというと協力してもらって仕事ちょっとずらしてもらったりとかできたんですけど、まあ、そうじゃない人がほとんどだと思うので、なるべく PMS だけじゃなくてどんな症状の人にも病気だったりとか体調に優しい世界になったらいいなと思いますね。人の痛みって多分普通に生きてたら気がつけないので、自分もそうですし周りも PMS だけじゃなくて体調の変化に気づける、心遣いできるっていうのを自分も気をつけないといけないなって思いますね。難しいな。関係値にもよりますけど、まあ会社の上司だとしたら他の体調不良と同じように接してもらえたら嬉しいですし、もしパートナーなんだとしたら心の悩みだとか具体的なところにも寄り添ってもらえたら嬉しいなと思いますかね。まあ毎年言ってるんですけど、私すごい食べちゃうので食欲かなと思いますね。やり残したことなんでしょうね。正直全然なくって、なんか急いで20代のうちにこれやらなきゃっていうのがないんですよね。なんでしょうね。20代のうちにやっとかなきゃいけないこと、やっとかなきゃいけないことって言ってるうちになんか30歳になりそうだなって思います。だからなるべく後悔ないように早めに考えないとなって、今きっかけいただいたので考えて悔いのない20代を過ごします。英語だったりとか、なんか勉強をしないと今日が一番若いじゃないですか。当然その脳みそもどん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 疲れてきちゃうと思うので、なるべく若いうちにいろんな勉強をしたいなって思いますね。でちょっと前に旅行で海外に行ったんですけど、すごい 2,3 年ぶりの海外だったので誰とも会話できずに終わったんですよ。昔だったら若さとフィーリングでなんとなくいけた気がしたんですけど、ちょっと無理になってきたので今更ですけどちょっとずつ英語に触れないとなと思ってます。